ますかねえぞ。おいやチェロレーかやるぞ。はい、こんにちは、マキシングのリーゼントチャンネル、ナイスリーゼン。合ってる、合ってる、合ってる。もう久々すぎてもうちょっとドキドキした今言うの。そう、今日僕ちょっと持ってきたのがボクシングマガジンの3月号、はい、ね、うん、ちょっとこの表紙に対してちょっと僕は表紙に表紙表紙表紙なんだ、ごめん、中見てねえよ。何見てねえんか。なんか気になることある？気になること、気になる、俺は2箇所あんのよ。ちょっと待って、これ難しいな。気になること、気になること、あ、1個は、うん、オーソドックスなのに左手を出してる、あ、京口選手が。そんなこと俺が言うか。違う違う。まず1つはここですよ、インタビュー、立ち上がった男たち、ケンシロウ選手とか岩瀬選手とか、うん、勅使河原選手とか入ってるんだけど、うんうん、あなたの名前が入ってないですよ、これが。いや、だから立ち上がってないから、ね、まだ立ち上がってないからね。そう、まだ膝ついてますから俺。まだまだ膝ついてるから。まだあんたやらないの。テーマは不屈ですよ。ああ、不屈勇士、不屈、あ、福地裕二、福地裕二、福地、そうそう、まあまあそれ、レフリーいじっちゃダメ、いじっちゃダメ、レフリーいじったらこっちの判定が響くから。福地裕二だろ、俺もすぐ福地裕二って言ったよこれ。ダメです、それはダメです、やめてください、ね、まああなたもここにね入ってないなっていうのが一つと、もう一つはね、ここですよ、俺たちの時代、はい、これがね、こうプロレス、昭和プロレスファンの俺としてはね、はい、ものすごくこう引っかかったわけよ。え、関係あるのプロレス？この俺たちの時代っていうのはね、これ長州力がね、うん、あの1987年に、1987年、俺が生まれた年、生まれた年ですよ。そうそう、これでね、俺分からんわ、そんな、そうそう、生まれた年、これが、はい、IWGP の、はい、あの王座決定戦だったと思うんだけど、うん、アントニオ猪木対マサ斎藤をやって、うん、まあこれ猪木が勝ったんですよ、うん、でこの後に長州力がマイクパフォーマンスでバーってやると言ったわけよ。くじなめえ、来た、くじなめえ、くじなめえ、くじなめえ、マネセンでいいから。今しかないぞ、今しかないぞ。するなよ、のにする。俺たちの時代を作るために俺は3年間叫んできたんだ。え、もしかしてさっき緊張するって言ったらこれやるからって言ってるの？そう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 、これやるから。今しかないぞ、世代交代をするのは。なんか顔も似てきましたね。ほたら猪木がよ、猪木が。おい、やっちゃえろねえか。そっちもやんの、そっちもやんの。やっちゃえろねえか、この野郎って。力で勝ち取ってみろ、この野郎って言って。ほしたら、ほしたらよ、ほしたら、長州が、ふりなめ、あ、これは猪木やな。ふりなめ、前だ、お前たち噛みつかないのか。噛みつくのか、噛みつかないのか。今しかないぞ。ほんとここでまた名言が出るわけよ。前田の知ってるでしょ、あんた前田やっていいよ、やっていいよ。やる、知らん。ほんで前田がね、ごちゃごちゃ言わんと、誰が一番強いか決めたらいいんじゃ、これ名言で、最後にマイクを持った藤波がやるぞー言ってマイクを投げて終わったよ。はい、そう、これが有名な長州力の俺たちの時代っていう。こっからそのナウリーダーね、アントニオ猪木、マサ、もうモノマネ終わりました、終わり、終わりです。あの、お付き合いいただきありがとうございます。アントニオ猪木とそのマサ斎藤とか坂口誠二とかっていう、まあナウリーダー、今を新日本を支えてるメンバーと、だから長州、藤波、まあ、前田、まあ、木村健吾とかね、あのそういうのがナウリーダー対ニューリーダーということで、この俺たちの時代っていうのはね、はいはい、俺らの世代からするとね、なるほど、強烈な世代交代を意味する言葉なんですよ。じゃあなんかこの流行った言葉でもあるの、その時なんか。そう、流行った、流行った、流行ったその時代っていうのが、長州力俺たちの時代だって言えば、もうそのプロレスファンはもううわーってなる、そう、まあそこまで盛り上がらんかったような気もするけどね、その世代構想は。はいはい、でもこれがまあまあ なるほどね、見る人はもう分かる、ああこれプロレスのあの言葉使ってるわ。そうなんですよ、これをボクシングマガジンが使ったってことは、はいはい、やっぱボクシング界も世代交代っていうのがやっぱ進んで、あなたはどっちかというとアントニオ猪木とか、まあ似とるな。これ誰でも似るから、あの出すだけは、まあアントニオ猪木ってもうトップ中のトップだから、はいはい、まああんたと藤原義明ぐらいかな。立ち位置的には、ね、だから
ここから。しかも藤原義明は若かったのに見た目が老けてたからナウリーダーに入れられたっていう、こういう裏話もある。かわいそう。世代交代、うん、まあ今頑張らなきゃいけないメンバーっていうのは、まあ負け君もその人 30? え、でもあのもうすぐ俺の時代来ますからね。なんか俺がもうこう、いや俺はだから そういうふうにあんたが終わりとか言いたいわけじゃないわけ、はいはいはい、だからあなたの世代、いやまだ始まってない、あなたの世代っていうのはやっぱりあの岩佐選手とか、それは時代が来た人に、小国選手とか、これは時代が来てる人たちに向かって言う言葉でしょ。そう俺の時代はまだ来てないから、俺にあと大器晩成、大器晩成もうちょい待って。俺もよう言われようだけどね、おかんにね。おかんに。俺このよ45でもう よっちゃんはやりゃできる子。やりゃできる。あんた大器晩成や、あんたは。もうおかんも俺45だと思いながら。未だにもう小学生から言われる。あんたもその口が。あんたもその口。そうこの口、大器晩成。もうちょい待ってくれたら。だから、ちょっとね、うん、今日は、まあ、あんたに葉っぱをかけようと。はい、そう思って俺はこう言ったわけ。なるほどね。俺たちの時代っていうもう世代交代の波は来てるけど、うんうん、それはそう簡単に世代交代をさせたらあかんよと。で例えば、まあ、さっきも言いかけたけど、はい、和気君だとか、まあ、岩瀬選手とか、まあ、あとは赤穂選手も和気君と同い年ぐらいかな、うんうん、あと小国選手とか、はいはいはい、ね、この辺まだまだ現役でやってますから、うん、ね、そうだからまだまだあの若い世代に譲ることなくね、頑張ってほしいなっていう気持ちでね。いやでもやったわけよ。だから俺はこの世代に向けて次は俺たちの時代だって俺言うから。5年後ちょっと待って、5年後言う。40で40あと、もしかしてニューリーダーの方に入ってんの？そうよ当時のこれまだ俺に向けて長州とか前田とかの立ち位置にそう年下に向かってそっち、次は俺の時代だって言うから。そう俺たちの、あ、この横に負け君がもうむしろこうあれこうやってる感じ。そう自分の中では。そうもうびっくりやわ。35歳で。そう。わかりました。そう。本当に言うんですよ、もう出さなくていいですか。出さなくていいです。出さなくていい。出さなくていい。元気ですか。全然元気じゃないです。元気があれば世界チャンピオンにもなれる。はい。助けて。構うことはねえ。助けてください。遠慮することはねえや。力でやれ。力で。言ってもらっていいですか。噛みつくのか噛みつかないのか。言うんかい。今しかないぞ。もうそろそろいいですか、終わっても。藤波、前田、今しかないぞ。ちょっと俺たちの時代は時代だっていう言葉は言ってないんですよ。言ったが、俺たちの時代を作るために。俺たちの時代を作るために俺は3年間叫び続けてきたんだ。これが長州力俺たちの時代だってなってるわけ。なるほど。そう、もういいっすか。もういい、ね、もういいっすか。もうあの相当視聴者もう飽きてます。飽きてますね。はい、はい、じゃあこの辺で終わりましょう。なんか内容なかったな。失礼しました。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今日もナイスリーゼント。